皆さんこんにちは。いやようやくですねこの日がやってきました。ここにね、道具を広げてね何をしているかというと、物置がね完成しましたので今ね引っ越しをしようかと思ってました。で前回の動画でね防水の施工をしましたので、ようやくね今ちょっとね乾かしてる途中なんですけども、道具をね今日全部しまえますんで、全部ね引っ張り出してきました。見てくださいこの量。ちょっとね道具の方の紹介をしていきたいと思います。でこれはですねもともとのここの地主さんね、土地の売り主の方が、これ全部ね使っていいよということで山にね置いてってもらった道具になります。で前のオーナーはね、造園業と外交屋さんをやってましたので、まあ、そういった関係のね、道具がたくさんあります。まあ、ちょっとね端っこの方からね簡単に見ていきますと、まず脚立3つですね。これ2倍に伸びるね、やつです。この物置のねこの屋根の高さよりもね高く届きます。結構重いけどね。あとこれ造園用のこの三脚のはしごね、これ脚立が3つありました。あとはね電気工事も多分多少してたんですよね。 PF 管とかね、あと中にもありますね VVF ケーブルとかね結構あります。これがね通線ワイヤー、あとねここに、アンカーですね。鉄筋アンカーね、これ新品の資材とかね、資材はねまだまだあるんですよ。あとねこの、倉庫の中にもたくさんありますしね。あとはね蛍光管2つ、これまだ使えるやつでした。っていうかね結構新しかったです。軽油のね、ユンボ用とね、あとガソリン用に使ってますけども、まだね、家にもありますんで、まあこれはね、ちょっと山用で使ってます。あとこれ、これはね、マキタのね、バイブレーター。コンクリートのね、バイブレーターですね。はい、ちゃんと動きます。それからね、ドリル関係もね、結構あるんですね。これ、両備さんのね、これ電動ドリル。もう刃もついてね。あとこれもね、日立の電動ドリル。刃もたくさんあります。でねまだねプレハブの中にね大量にあるんだけど、こういったコンクリート用のねドリル、あと鉄鋼用ね、これ結構意外とね高いんですよ。1本買うとほんとね1000何ぼとか2000何ぼとかね高いんですけども、たくさんあります。まあブロックとかねレンガとかね多分そういった加工をしてたと思いますんで、そういうのがねたくさんあります。あとはねこういった電源ね、コードリールですとか、あとはこれね前回のね最初の方の動画でお見せしたかな、マキタのね、チップ層切断機、鉄を切ったりとかね、まあそういったものに使うチップ層切断機ね、これもちゃんと動きます。あとこれね、瓦礫粉砕で、よく出てましたマキタの、電動ハンマーということですね、これが一番高かったかな。うん、あとはねこれすごいんですよ。私ね初めて使ったんですけど、これ鉄筋カッターなんですよね。で入れ物はねちょっとねサビサビでねヒンジが壊れたりしてたからもう直したんですね。でちょっと塗装してねヒンジもね溶接して付け直したりしてね、直しました。でこれね佐渡油が入ってるんですけども、もう佐渡油もね全部交換してねもうメンテナンス済みです。これものすごい。ちょっと後でね動作確認でお見せします。あとはねこれ、電動のチェーンソーですね、100ボルト式の電動チェーンソー、あとねびっくりしたのがこれねなんていうのかな石材クランプとかね呼ばれてんのかな、コンクリートの製品をね持ち上げたりするやつですね。あとこれがね多分 U 字工ですね。 U 字工を持ち上げるためのやつ、ユンボとかねクレーンとかにつけて、それで石材をねこう挟んでね、持ち上げるやつね、300キロとかね250キロとかありますけどね、これね意外と高いんですよ。調べたんです私。でこれね1個ね4万いくら5万近かった。2つ合わせるともう10万円ですよね。もうこれ合わせたらねもう12、3万ぐらいいきましたね。いやーこれはすごい、まだ使えそうです。あとはねなんかこういったねこちゃこちゃしたハンマーとかねたくさん、コードリール、あとノコギリが大量にあります。うん、この中にもねノコギリ2、3本あるな。3本どころじゃない、4本ぐらいあるな。
なんかこういったやつね使ってたんでしょうね。植木屋さんですからね、やっぱりこう剪定したりするときにね、あとのみとかも入ってますね。はい、あとはねこれ大活躍してたこのレベル水平器、大中小ということでね、ちょっとね風が強くて聞きにくくて申し訳ないんですが、これね大中小3つあります。これめちゃくちゃ使えます。あとはねこっちにもねなんかいろいろ入ってますよ、またノコギリねあとあのチェーンス、これ草刈り機の刃とかね、クランプとか、とにかくねコテとかたくさんあります。あとこれねマキタの 14.4V のインパクスレンチ、私がいつも使ってるやつですね。はい、まあ、充電器はね今プレハブの中ありますけども、これもね買うと5万円以上しますね。あとはねこういったスケール長いやつね、スケールとかね、あとオートレベルか、これはねあのオートレベルなんですけども、前回ね作業中に破損が見つかって中断、使用をね中断しましたよね。あれです、これねレーザーレベル、これ多分ね当時価格でするとねおそらくね20万以上すると思うんですよね。もうね20年以上前の商品です。これはねもうちょっと使えないので、まあちょっと考えます。あとねこれ、トップコンのオートレベル、これはねちゃんと使えます。あの望遠鏡みたいなやつね、中もね全部きれいにしました。ケースも洗ってね、これはね使えます。ちゃんとね三脚につけてね、水平器合わせてねオートレベルとして使えますけどね、今はもうレーザーレベルがあるので、私はね今回山に来てからこれ一回も使ってません。動作確認だけしました。あとはねこれね、あのレベル、つける用の田島の、ほぼ新品というかね新品だったこの三脚あとね細々したのたくさんあるんですよ。あと草刈り機、これもねあのオーバーホールして直した、エンジン式草刈り機。あとここにもねノコギリ何個あんだよ、全部で10本以上あるな。こんなに使うか分かんないけど、あとこのハンマーとかね、これなんかわけわかんないやつ、あとこれモルタル混ぜるやつかな、あと剪定バサミ2つと、おそらくねこれ使ったことないんですけど、これ多分ね高枝切りの剪定バサミだと思いますね、あとこれガスバーナーのトーチね、新富士のガスバーナートーチ、あとはねもうありすぎてね、これねこれもね私使ったことないんですけどね、穴掘るやつですね、これ穴掘り用のスコップ、あとハンマーでっかいの、ハンマーね中にもたくさんあります。なのでね十分助かってますよ。こういったバールとかね、これもねボルトカッター、これね一回バラしてねメンテナンスしてあります。あとねスコップ類ですね、スコップだけでもね結構あります。ただね相当多分使い込んだんでしょうね、先がねもう丸くなってますよ、これなかなかね掘れないあとでちょっとグラインダーで研いでちょっととんがらしてみようかな。間違ってね作業中に一回ユンボで、ちょっとね潰してしまってね取っ手をね壊しちゃったんですよ1個だけ。こっちは使いますけどね、これはねちょっともったいなかったな。まあちょっと後でね余裕ある時にでもちょっと直すかしようかなと思います。スコップも買うとね地味に何千円とかしますからね。あとはねこの一輪車ね3台、これはもうちょっとねこれもねユンボで1回ねやっつけてしまって壊れちゃったんですね。なのでもう鉄くず置き場になってます。現役で使えるね一輪車はこの2つ、ちゃんと使えます。あれねパンクしてたので1個タイヤもねもう交換しました。でね、この2つはね現役で使える一輪車ですね。はい、ということで、ここにあるもの全部合わせるといくらぐらいになるでしょうかね。私ね頑張ってねインターネットで探して、定価をね見ました、いろいろね、そしたらねなんとねこの電動工具とかのレベルとかね、だけでね100万円超しましたあの石材クランプとか混ぜてね
いや、びっくりですよね。この山からね、100万円以上のお宝が出てくるとはね。あとこの脚立とかもね、1個ずつ買うと結構やっぱ高いですからね。これがあるだけでも十分助かってます。私がここに来てね、買ったのはね、あんまりないんですよね、正直ね。まあもちろんユンボとかはね、買いましたけれども、あとね、やっぱり当時物なんで、もう10年20年前のあの工具とかね、あります。なので、あの、分かんなくなるのように、もうネットでね、全部調べれるやつは調べれるうちにね、もう全部印刷しました。説明書、こういったやつね、カタログとね、説明書で、もう今はほらね、説明書なんてついてきてないので、全部ね、インターネットで見れましたんで、こういったもの、説明書がないとやっぱ分かんないんですよね。あとね、製本してね、全部ファイルにしました。何が分かんないかっていうと、まあ、メンテナンスとかももちろん、あと何のオイルが使ってるとか、あとこれどこまで使えるの、何ミリまで切れるのとかね。あの鉄筋カッターなんてね、これ DC16LZ ってやつなんですけど、これ13万9000円するんですよ。でね、4ミリから16ミリってちゃんと書いてます。鉄筋16ミリまでカットできるってね。あとね、エンジン草刈り機とかね、電動チェーンソーとかね、これもね、何ミリとか、あと出力とかね、全部載ってますんで、こういうのがね、わけわかんなくなるように全部ね、もう印刷しました。でも取扱説明書一式としてね、製本しましたんで、これでね、まあ、何かあった時はね、役に立つかなと思います。それじゃあですね、ちょこっとだけお見せしたいのが、いつも電動ハンマーとかはもう使ってますからね、ちょっと鉄筋カッターでもね、使ってみましょうかね。はい、じゃあね、ひとまずこのマキタのこの高速切断機ね、今ね、アルミ用の刃がついてます。まあ、外交屋さんだったからね、アルミの方たくさん切ったんでしょうね、おそらく。ここにね、アルミのアングル、ありますんで、これちょっと試しにね、切ってみますね。はい、こんなにね、スパッと切れましたよ、綺麗に。ほら、こんなにね、切れます。いや、これね、めちゃくちゃ助かりますね。鉄もアルミもね、刃を変えればね、何でも切れちゃいます。はい、じゃあ次にね、鉄筋カッターね、使ってみましょう。はい、じゃあ16ミリ鉄筋、これちょっと錆びてるけどね、ちゃんと鉄筋です。これをね、やってみましょう。一瞬なので見ててくださいね。一瞬で切れます。はい、これ2秒です。2秒、2秒でね、鉄筋が切れちゃうんですよ。これすごくないですか。はい、これね、グラインダーで切ったらね、多分ね、何十秒かかりますよ。まあ、10秒じゃ切れないですね。何十秒ぐらいかかっちゃうかな。一気に切れます、これすごい。でね、今ね、これ物置に入れる分だけ出してきたんですけれども、あの、実はね、プレハブの中にね、まだいろいろあります。まあ、こまごまとしたやつね、それも入れるとね、ほんと何万円分なんだろう、わかんないですけど。いや、でもね、この瓦礫とかゴミの対象は大きいですからね。まあ、それを取り戻せるぐらいの金額のものが手に入ったと思えば、まあ、いいのかなと思いますけれども、まあ、これからもね、たくさん使えるような道具がたくさんありますんで、なんかね、造園屋さんになった気分ですけれども。あとね、はい、見てください、これすごいでしょ。これコテですよ、全部。ほら、多分ね、まだ使えると思います。ちょっと私コテとか使ったことないんですけど、多分使えると思います。あと、なんかこの刷毛みたいなブラシとかね、使うんでしょうね。あと、これあれかな、なんかレンガ積む時のやつかな。なんかね、ほんとね、たくさんあります。これメジあるやつかな。これだって1個ずつ買うと多分結構いい金額すると思うんですよね。しかも職人さんが使うやつだしね。
うん、まあ、頑張ってねちょっとこういうのも習得して、使えるようにねやっていきたいと思います。まあ、山なのでね十分使う機会はねたくさん出てくると思いますんで、この機会をね、まあ、勉強だと思ってね、いただいたこの道具たちをね、たくさん使っていきたいと思います。それじゃあですね、今日は山で発見したこの道具、100万円超えということで、ご紹介させていただきました。前からね紹介するって言っててちょっと遅くなってしまったんですけども、まあ、これほどのね、道具たちが手に入りました。あと今からね、物置の方にね、ようやく引っ越しとなりますんで、プレハブがねもっと快適にできると思います。はい、じゃあね今日はここまでにしたいと思います。山でね、いただいた道具のご紹介でした。ありがとうございました。